ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さて、今回は嘘松の話をしようと思ってるぜ。嘘松？霊夢、嘘松って言葉聞いたことないのか？知ってるわ。お正月になったら家の前に飾るあれよ。あれは門松な。嘘松っていうのは、自身が創作した物語をあたかも体験や目撃したかのように、または、第三者として聞いたようにして語る、大嘘つきのことだ。大嘘つき、そうなんだ。でもどうして嘘つきじゃなくて、松なの？発端は、アニメ嘘松さんのアイコンを使っていた、ツイカス腐女子の男が、教習所でリアル嘘松お兄さんに会った、っていう体験談を、漫画にしてツイッターへ投稿したからって言われているからだな。へえ、おそ松さんの松と嘘が合体したってことね。そしてその内容が大嘘だった。そうなんだ。じゃあ解説を始めるぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずはうそ松という言葉の発端となった話を、もう少し詳しくしていくぜ。お願いします。2015年11月23日、ツイッターにおそ松さんのアイコンで、ことこというアカウントが、仮面の試験受けに行ったらリアルおそ松お兄さんに会った話を聞いてくれ。って、4枚の画像を上げたんだ。ほうほう。内容は、ことこが仮面を取りに会場へ行くと、赤いパーカーとスニーカーの、見た目がリアルなおそ松お兄さんに遭遇。ことこさんはアイコンにしてるくらいだから、おそ松さんのファンなんでしょうね。きっとお兄さんを見て興奮したと思うわ。そして隣に座っていると、どこからともなく同様森の熊さんが聞こえてきた。それは、おそ松お兄さんの着メロだったんだ。かわいい着メロ。電話は、家に帰ったら弟のために、食事の支度をするって内容だったそうだぜ。お兄ちゃん優しい。その後、ことこはアナウンスで呼ばれるんだけど、ふとお兄さんの座っていた場所を見ると、子供用の靴下が。それで？靴下の存在を伝えると、それは弟たちが兄と離れたくないためのいたずらで、自分の宝物を荷物に入れて気を引こうとしているって、聞いてもないのに話し始めて、ガチでおそ松お兄さんでヤバかったって話なんだ。私、おそ松さんって漫画見たことないけど、弟さん思いのお兄さんが出てくる、兄弟愛に溢れた素敵な物語なのね。そんな話だったっけ。とりあえず、このツイートには2万リツイートと3万ものいいねがつけられたぜ。それはすごい数ね。アイコンがおそ松さんだったってこともあり、同じようなおそ松さんファンから。そんな人と遭遇できたなんて羨ましいです。こんな兄さんが欲しかった。ありがとうございます。供給ありがとうございます。って肯定的なコメントがたくさんあったんだ。みんなおそ松さんが大好きなのね。そうだな。ことこもこの話で終わっていればよかったんだけど。まだ何かあったの？その後、再び教習所でおそ松さん2のお兄さんに出会って、ツイッターのフォローまでされたって報告したことで、一気にうさんくさくなったんだぜ。うさんくさい？こんな偶然あるわけない、創作じゃないかって考える人が多くなって、ことこのツイート内容を検証する人が出てきたんだ。あらー、特定犯は侮れないのよ。教習所のお兄さん、のアカウントを尋ねられてもガン無視を決め込んだことこ。そして教習所のお兄さん、のアカウントが存在しないと指摘されたことこは、暴言を吐いて逃げたんだ。なるほど。つまりこの話は嘘で、この話で嘘松って言葉ができたってことなのね。そう言われてる。ことこはこれ以前にも香ばしい発言をツイッターでしていたんだけど、教習所のお兄さんネタで一気にブレイクして、過去ツイートも掘り起こされたぜ。香ばしいって、どんな感じ？そうだな、これとか。席替えでクラスのイケメンと隣になっちゃって、俺の隣で光栄だろ、って言われて、思わずはぁ？って返したら、後日、君の俺に対するお仏を見るかのような目が、快感になってしまった。付き合ってくれない？って言われて、新しい扉を開けてしまって、なんだか申し訳ないと思ったけど、さすがに断った。これはベタな中二病脳ね。私のお友達がこんな話をしたら、妄想をつって、まっすぐ目を見ていってあげるわ。他にも。今日、物理の先生が神妙な顔で、半泣きで教室入ってきて、クラスがざわーってなって、なんでか聞いたら、俺と結婚かっこ仮までした加賀がロストした。って言って、クラス、はてな？ってなったけど、私にはわかったぞ。お前、カンコレで加賀沈めちゃったな、ご愁傷様です。いやいや、ないない。せめて一匹狼のクラスメイトくらいの設定にしておかないと、嘘だってすぐバレちゃうわよ。結局ことこは、
個人情報を特定されてしまって、アカウントも削除してしまったんだ。なるほどね。大嘘をついた人のことを指すのが嘘松。理解できたわ。ああ、ごめんごめん。ちょっと説明不足だったぜ。え？基本的に嘘松って、嘘の内容を書くだけじゃないんだ。ある程度決まった構文を使う場合もある。構文？そう、二つの型、会話型と説明型があるんだ。まず会話型では、〇〇の話するみたいに、誰かに話をするような文面で、文章は会話が中心になるように作る。こんな感じだな。駅で見た男子高校生。あつし、リナを花火に誘ったってマジ？ん？ひでえよ、俺が好きなの知ってるだろ？そうだっけ？わかったよ。あ、リナ？ごめん、俺花火は和也と行くわ。え？ソルテラ1全部吐いた。ほんとだ、詳細な会話になってるわ。そして登場人物の性別や雰囲気など、読み手が想像できるように書かれている。確かに、男子高校生のあつし、リナ、和也、私、全員想像できるわ。それに場所も大事だ。みんなが知ってるカフェや電車、コンビニやファストフード店が多いぜ。この場合、駅だもんね。そこで、アニメや漫画の中だけに起きるであろう話が展開していくんだ。ああ、確かに、リアルじゃなくて BL 漫画にありがちな内容だわ。最後は周りのリアクションが書いてある場合もある。リアクション？例えば拍手喝采や思わず握手した、一同感動などだな。この話にはなかったわよ。こっちの話にはあるぜ。どれどれ？炎上覚悟で言います。こないだマクドでビッグマクド食べてたんですけど、老人がいきなり、最近の若者は給料が安いと文句ばかりだ、って叫び始めて、それを見た女子高生が、働いてもあんたの年金より安いんだよ、って言ったら、聞いてた客みんなスタンディングオベーションで、拍手喝采だった。なるほど、スタンディングオベーションで拍手喝采って部分ね。でもマリサ、日本人がそんな派手なパフォーマンスするかな？しないな。だから嘘松なんだ。そうか。そして最後はオチを書くぜ。オチ？自分自身の胸の内や行動だな。何かに目覚めた、とか実はあれ、私です。とか。さっきの、ソルテラ1全部吐いた、もオチになるのね。そうだな。男は嘘松の始祖と呼ばれてるんだけど、その他にもレジェンドがいて、それが、さっきも会話中心の構文例で出てきた、レゴ、なんだ。レゴは、典型的な会話中心の嘘松構文を、巧みに使うタイプなんだぜ。これもそうだな。どれどれ？電車内。最近は若い女の子でも盆栽好きなんだね。そうなんですか？今日面接に来たこの志望動機がね、お金貯めてから松を育てたいとか養いたいとかでね、面白いんだよ。ねえ、多分それ盆栽じゃないよ、字なんだよ。なるほど。会話になってるわ。それに胸の内のツッコミも書いてるし、でも最後の部分、次男、の意味がわからないわ。おそ松さんの次男の名前が、から松、なんだ。へえ、嘘松にしても、しっかり考えられた内容だわ。会話型の内容は、天然ボケのように会話する動詞、話が噛み合わない系、子供が大人びた言動や行動をする系、バラやユリ系などが多いようだ。花火はバラ系で、面接の話は天然系になるわね。ねえマリサ、レゴさんはどんな末路なの？ X はやってるみたいなんだ。だけど嘘松の内容が、某巨大掲示板のまとめサイトやアンテナサイトに掲載されてしまって、有名になっちゃったからか、非公開になってたぜ。妄想のお話として読むと面白いんだけどな。さて嘘松構文、次は説明型だ。まず、こんな風に、ちょっと待って、や聞いて、から始まることが多いぜ。ちょっと待って、今男子高校生が電車で同性愛について真剣に話してて、ちょっと可愛い子が、同性愛ってやっぱりロマンチックだよねって言った後、もう一人のイケメンが、じゃあ俺ら結婚するって答えたから、思わず拍手しちゃって、周りの人もみんな拍手し始めて、可愛い子が照れながら OK して、神様、ほんと。会話じゃないけど、男子高校生、電車、同性愛、周りの人もみんな拍手。構文に必要な内容は全部入ってるわね。それからこんな風に。私が陸自に入った時、英語は車でしかもハンティング経験あったせいで、小銃渡されて即ど真ん中に全弾命中叩き込んだらスパイ疑惑かけられて、MP に連行されかけた話するみたいに、文章の最後に、〇〇の話するなど、珍しい体験や漫画みたいな体験を淡々と語る系があるみたいだ。嘘松って言われる文章を作るのって、結構難しいのね。そうでもないぜ。
今まで嘘松の定義について話をしてきたけど、時代が進んで、ただの嘘つきも嘘松って言われるようになったからな。じゃあ今までの解説は何だったの？何事も基本を押さえとかないといけないだろ。まあ確かに。実は、嘘松の語源は他にもあるんだ。他にって？山陰地方では、嘘つきの体や頭に松が生えるって言い伝えがあるんだぜ。鳥取県にかつてあった八頭郡八頭村では、嘘を糸頭に三本松が生える。岡山県和気郡では、嘘をつくと尻に松が生える。こんな言い伝えがあるって紹介されてたな。霊夢は昔、嘘をついたら閻魔様に舌を抜かれるぞって言われたことないか？あるわ。嘘つきは地獄へ落ちて、舌を抜かれるのよね。これらは、子供たちが嘘をつかないように注意を与えるための言い回しだったようだ。ねえマリサ、頭やお尻に松が生えると困るの？困るだろ。こいつは嘘つきだって、知らない人にもわかっちゃうからな。そうか。次の話は、ツイッターに軽いノリのつもりで書いたと思われる内容が、美談でネットニュースにも取り上げられた話をするぜ。ん？嘘松の話は？実はこの話は嘘松認定されてるんだ。嘘松構文じゃない、頭やお尻に松が生える方だな。疑惑を持った人たちから検証されて、結果ツイッターを削除して逃亡してるんだぜ。面白そうなお話ね。では、お願いします。2022年1月に、フォークナイフ2分の1というアカウントで、メルカリで 3DS 買ったんだけど、ずっと前になくした俺のやつで、泣いてる。って、戻ってきた 3DS の画像が投稿されたんだ。そんなことってある？だから霊夢、嘘松だって。あ、そうだった。続けるぜ。フォークナイフ2分の1は、数年前に公園へ 3DS を持って行って、プレイしていたんだ。その後家に帰って、3DS をなくしたことに気づき、探したけどどこにも見当たらなかった。あらー、公園に持って行くから。それ以降は、妹のゲーム機を借りて遊んでいたんだけど、それも故障したため、メルカリで中古の 3DS を4500円で購入。早速遊ぼうとしたところ、自分がなくしたものだったってことが分かったんだ。ふむふむ、それで？たまらず1月16日に、ツイッターへ投稿したところ。なんという奇跡。そんなことある？現実は小説よりもきなり。って話題になって、2日で4万リツイートと30万いいねを超える反響が集まったんだ。2日で30万いいね？すごいわね。本当だったら奇跡のような話だからな。でも、どうして自分のものってわかったんだろう？カセットを入れる挿入口に、2分の1の本名が書いてあったようだ。そういえば小学生の時、自分の持ち物には名前を書きなさいって先生に言われたことある。2分の1さんはちゃんと守って名前を書いてたのね。ところでマリサ、この 3DS って出品した人がこっそり持っていったのかな？それは違うみたいだ。出品者に尋ねたところ、3DS は、兄から譲り受けたらしく、その兄も友人から譲り受けて、みたいに人の手を渡ってきたと説明されたそうだから。しかも、5人以上経由してメルカリに売られたってことまで判明したそうだ。そんなことわかるの？霊夢も不思議に思うよな。あまりにもできすぎてる話に、疑問を持った人が検証を始めたぜ。どんな風に？まず2分の1に、メルカリの購入履歴画面と、やり取りのスクショを要求したんだ。すると2分の1は、購入した証拠のスクショを投稿したぜ。なんだ。じゃあ、嘘松じゃないんじゃない？ところが、画像を拡大してみたところ。あれ？なんかずれてる？このズレは、3DS の画像を上から貼り付けたからできたんじゃないかって言われてる。さらに検証が続いたぜ。2分の1のツイッターから、メルカリに紐付けされた URL をゲット。そこから、メルカリの過去の取引評価も確認できたんだ。おお。そして一番上の出品者から、赤い 3DS を買ったことが分かったぜ。あら、4500円じゃないわ。金額はフェイクだったのかもしれないな。他にも、この画像のこの部分を探し出して、2分の1のメルカリにたどり着いた人もいたぜ。これも2分の1さんがメルカリで買ったもの？そうだな。でも、こんなに情報が少ない画像で探し出せるの？それが、探し出せたんだ。ふわ？ほんとだ。これも、上から3番目の出品者ってことが確認できてる。何でも調べられるなんて、ちょっと怖いわね。ねえマリサ、じゃあこの出品者は盗まれたものって知らずに売ってたってこと？それなんだけど、出品者は自分で買ったって証言してるんだ。それは2分の1さんの話と違ってくるわ。ということで、今回の検証の結果、
フォークナイフ2分の1の美談は、嘘松認定されてしまったぜ。そうなんだ。でも嘘松が本当だったら、どうしてこんなことしたんだろう？2分の1は以前、こんなことをつぶやいていたんだぜ。マンバズしたいよ。え？他にも。パクツ以外で絶対に30万バズしてやる。バズるまでネタつい全部奥ネタやるからな。本赤が1日に50人のペースでフォロワーが減ってきてるから、早いところ YouTube でバズりたい。感動する話とかバズりやすいから街中探して頑張って親切しまくったらバズる説。承認欲求こじらせすぎてるわね。多分これが理由だったんだろうな。なるほど。某巨大掲示板でも、どう考えても、他人に渡すとき、売るとき、名前塗りつぶすか消すだろ。本名なんて書いてあったら、メルカリの商品説明に書いてあるのでは？絶対嘘やー。って、メルカリで販売されている商品に、名前が書いてあることがおかしいって指摘する人が多かったな。ねえマリサ、2分の1さんの話は嘘松だったかもしれないけど、メルカリで盗品を売ったらどうなるの？知ってて売った場合は、お縄になる。盗品と知らなかった場合は処罰の対象にはならないな。そうなんだ。そして、買った方も盗品と知って買った場合は処罰されるけど、知らずに買ったのだったら罪には問われない。買った方も関係してくるんだね。でも買う方は盗品なのかどうかなんてわかんないと思うわ。それに盗品とは知らずに買ったとしても、盗まれたって人が返還を申し出た場合は、その商品は、元の持ち主に返さないといけないんだぜ。え？何それ？言ってる意味がわかんない。例えば、フリマアプリで商品を買ったとする。それをみんなに知らせたくて、画像を SNS にアップした。いい買い物をしたら自慢したくなっちゃうもんね。そうしたら、それは半年前に盗まれた私のものだから返して、ってメッセージが来た。そんなことってある？あるんだな。その場合警察に被害届が出ているとか、盗まれたことが本当のことだと証明されたら、元の持ち主に無料で返さないといけないんだ。お金払って買ったのに？盗難や遺失から2年間は無償で返還請求ができるとされているからな。私が払ったお金はどうなるの？警察を通じて盗んだ犯人に請求するんだ。犯人が見つからなかったら？泣き寝入りだぜ。そんな。結局フォークナイフ2分の1は、悲願のマンバズしたものの、嘘松じゃないかって証拠が暴かれてしまって、結果ツイッターを削除。逃亡してしまったんだ。やっぱり嘘松だったってこと？本当のことなら逃亡せずに、堂々としていればいいだろ。そうか。ねえマリサ、この話って、星の数ほどある SNS のつぶやきの一つじゃない？そうだな。いくらバズったとしても、ここまで大きな話にならないと思うのよ。ネットニュースの取材を受けたのが、分岐点だったんだと思うんだ。そこまでして注目されたかったのかな。そうなんだろうな。それに、当時のアカウントは削除されていても、多分新しいアカウントを作って、バズを狙ってると思うぜ。今度は逃亡しなくていいネタでバズれるといいわね。今回は有名な嘘松たちの末路を解説したぜ。マリサ、嘘って絶対ダメよね。絶対っていうか、誰かを傷つけて騙したり、迷惑をかける嘘はダメだろうな。それに自分を傷つける嘘もダメだと思う。やっぱり、だけど投稿した本人も、そしてそれを読む人たちも、嘘を嘘と分かった上で、楽しむことができる内容なら、それはダメなことじゃないって私は思うんだ。そうか。ネタとして生温かく見守るゆとりも、読者に必要なスキルなのかもしれないわね。それじゃあ今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。